プレーナンバー4-4、佐藤建設、相手陣21ヤードからセカンドダウン5。中央へのランプレー、キャリア47番、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-5、佐藤建設、ファーストダウン10、ボールオン相手陣16ヤード。トライサーズ、失礼、ランニングワーク9番、ハンドから右オープン展開、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー4-6、佐藤建設、セカンドダウン6、ボールオン相手陣12ヤード。何枠13番、中央突破を試みましたが、これはトライサーズがチャージし、ノーゲイン。プレーナンバー4-7、佐藤建設、相手陣12ヤードからサードダウン6。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働きました。5ヤード抜体し、サードダウンやり直しです。プレーナンバー4-8、佐藤建設、サードダウン11、ボールオン相手陣17ヤード。中央へのランプレー、ダイブプレー。ゲインはしておりますが、フォースダウンに変わります。キャリア33番。プレーナンバー4-9、佐藤建設、フォースダウン8、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。交代違反。フィールド内で12人で作戦を組みました。フィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜体となります。
プレーナンバー4の10、佐藤建設、フォースダウン13、ボールオン、相手陣19ヤード。ここでホイッスル。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の10、佐藤建設、フォースダウン13、ボールオン、相手陣19ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。ここでボールをエクスチェンジミス。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4の11、トライサーズ、自陣19ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、ゲインは約6ヤード。プレーナンバー4の12、トライサーズ、自陣25ヤードからセカンドダウン4。パス不成功。クォーターバック19番、パスを投じましたがあわやインターセプトでした。しかしパス不成功、サードダウンと変わります。ここでウォーターブレイクです。ウォーターブレイク解けました。プレーナンバー4の13、トライスターズ、自陣25ヤードからサードダウン4。
中央へのランプレー、しかしこれはアジャストされ約1ヤードロス。プレーナンバー4の14トライサーズフォースダウン5プレーを選択します。ギャンブル。5ヤード前進できないと攻守交代です。ボールオン自陣24ヤード。パス不成功。クォーターバック19番スクリーンパスを投じましたが、このパスはキャッチミス。パス失敗ですので、ここで攻撃終了です。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代。ターンオーバー。プレーナンバー4の15、佐藤建設、ファーストダウン10、ボールオン相手陣25ヤード。パス成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション。不正な体型で攻撃を始めました。5ヤード抜体となり、ファーストダウンやり直しです。プレーナンバー4の16、佐藤建設、ファーストダウン15。ボールオンは自陣30ヤード。クォーターバック15番プレアクションからワイドレシーバー1枚のロングパス1番これをキャッチしエンドゾーン飛び込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー4の17、佐藤建設、トライ4ポイント。キック成功、1点追加。佐藤建設30点、トライスターズ0点。プレーナンバー4の18、佐藤建設キックオフ。得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開です。キッカー6番。スカイブキック。トライサーズリターン。
トライサージン40ヤードを超えたところでボールデッド。プレーナンバー4の19、トライサーズ、自陣42ヤードからファーストダウン10。ランニングバック2番、トスを受け左オープン展開。相手タックルを縫うように走りましたが、ゲインは1ヤード。プレーナンバー4の20、トライサーズ、自陣43ヤードからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック19番、ワイドレシーバー2番にパスを通し、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー4の21、トライサーズ、自陣45ヤードからサーダウン7。QB サック。クォーターバック19番、ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これを佐藤建設70番が QB サック。プレーナンバー4の22、トライサーズ、フォースダウン11、プレーを選択します、ギャンブル。ボールオン自陣41ヤード。右オープンへのクロスカウンター。キャリア33番、しかしこれはカバーされ、ノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代。ターンオーバー。プレーナンバー4の23、佐藤建設ファーストダウン10。ボールオン相手陣41ヤード。試合時間残り1分42秒。中央へのランプレー、ダイブプレー。キャリア47番、ゲインは2ヤード。ランプレーですので時計は回ります。プレーナンバー4の24、佐藤建設セカンドウェイト。ボールオン相手陣39ヤード。ナニバック9番、ハンドオフから中央突破、約5ヤードゲイン。時計回ります。プレーナンバー4の25、佐藤建設相手陣34ヤードからサーダウン3。試合時間残り35秒を切ります。タッチダウン。
ランニングバック2番ハンドオフを受け中央突破、相手タックルを振りほどきそのまま独走、エンドゾーンに飛び込みタッチダウン。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー4の26、佐藤建設トライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー6番、キック成功、1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ37点、トライスターズ0点。プレーナンバー4の27、佐藤建設キックオフ。キッカー6番。試合時間残り16秒。オンサイドキック。このキックはトライスターズが抑えました。オンサイド失敗です。先ほどのオンサイドは10ヤード以上蹴り飛ばさないうちに自チームの選手が接触しました。これはオンサイドとしては不正なキックになります。したがってトライスターズの攻撃権となります。トライスターズファーストダウン。プレーナンバー4の28、トライスターズファーストダウン10、ボールオン相手陣44ヤード。試合時間残り1分16秒。パス成功。クォーターバック10番、右ロールアウトからワイドレシーバー33番にパス。パス成功です。ここでホイッスル。トライスターズ、後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り3秒で時計が止まっております。失礼、先ほどのプレー、ファーストダウンには至っておりません。セカンドダウンとなります。プレーナンバー4の29、トライスターズ、セカンドダウン2、ボールオン相手陣36ヤード、試合時間残り3秒。
キュービーサーク、クォーターバック19番パスを投じようとしましたが、これを佐藤建設がキュービーサーク。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ37点、トライサーズ0点、佐藤建設スタンディングベアーズの勝利となりました。